こんにちは、亀蔵です。月光マーケット2023行ってまいりました。で、今回はですね、私お客さんとか出店者ではなくスタッフとして、行かせていただきました。来場者の皆様ありがとうございました。出店者の皆様お疲れ様でした。で、今回スタッフをさせていただいたんですけれども、もうね、最初からすごい人がたくさんいらっしゃって、かなり賑わっていたなという、そんな印象です。来場者が約1300人ということで、でチケットのですね、先行入場、これが僕非常に良かったなと思ったのが、チケットにナンバーが振ってあるということで、先行の前売りを買って、でその買った順に、1,2,3,4 ということで、徹夜で並ばれるような方が出ないと。実際ですね、朝行った時にお客さんはまだいらっしゃらない状態で、皆さん時間の頃にやってきて、で番号通り並んで、で、入っていくというような形で、これは一つうまい方法だったんじゃないかなというふうに思いました。で、当日券もですね、結構来られるお客様いらっしゃって、他のイベントもあったのでね、他のなんかイベントのリストバンドをつけた状態で来られる方も結構見かけたなと、そんな風に思いました。なかなか盛り上がった一日だったんじゃないかなと思います。で、僕の方ではですね、お友達の和蔵樹さんが、出展されていたんで、見てたんですけど、もうね、1週間前のツイートが亀ばっかしで、もう箱亀生まれましたみたいな、いや月光マーケットのヤモリ宣伝しなくていいんですかと思ったんですけど、どうなるかなと思ったんですが、結構ですね、和蔵樹さんのブースヤモリ売れてたかなということ で、あと一緒に出てたキリンジさんも餌用のわらじ虫持ってきてたんですけど、それも結構売れていました。2人ともニコニコしながら帰ってきまして、でさっきねちょっと打ち上げで軽く一杯やって、で、そんなテンションのまんま今動画を撮っております。で、その和蔵樹さんのブースの隣でレオバイトさんと、かわいい絵の、これ初めて僕見たんですけど、ボロギ 95% コオロギ 100% ということで、ヤモリ用の配合仕様ということで、サンプルとしてですねいただいたんですけど、ありがとうございました。ちょっと使ってみたいと思います。箱紙系のベビーはもうこのコオロギ大好きなんで、めっちゃがっついてますね。あんまりあげるとね、せっかく亀の配合飼料を食べるようになったので、食べなくなっちゃうと困っちゃうんですけど、この個体ね、もう何でも食べるんで問題ないでしょう。よく食べてます。粉状なんで、他の餌にまぶしてあげるのもありなのかなと、いろいろ使い勝手はありそうです。で、僕はですね、一応スタッフということで、購入はですね、3時以降に前から欲しかったモッケ堂さんのこの T シャツがまだ残っていたので買わせていただきました。はい、お迎えということで初めてのジャイゲコです。今回こちら、はい、この黒い箱です。一杯やった焼き鳥屋さんのお兄ちゃんが最後、この中ねずこ入ってるんですかとか言われたんですけど、それくらいの大きさの箱なんですけど、重さがですね、こんな感じで、5キロ、約5キロでしたね。今からこれの開封の儀を行って、今日はそんな動画となります。では開けてみます。はい、こんな感じで、ウレタンの箱ですね。これでちょっと出してみます。はい、こんな箱です。では開けてみます。はい、ということでお迎えしたのはこちらです。
じゃん。ということでこちらを購入いたしました。初めてのジャイゲコ2ですね。これですね、ちょうど事務局のブースの前で販売されてまして、もうずっとこの子と目が合った状態でスタッフをやっておりました。超可愛いなと思って、まだ残ってたんで最後買っちゃいました。どうですかこれ、可愛すぎてやばいっすね。でですね、台座がついてまして、よくYouTube でね、でっかいフィギュアの組み立ててっていう動画割と好きで見てるんですけど、今回そういうような動画にしてみようかということで、はい、こちらが台座となります。でこれにですね、こうですね、そしてこっちがいいのか、こうか、こうか、こうですね、はい、こちらです。どうでしょうか、こういうフィギュアをお迎えしました。一応まあこういうものはこういうものなんですかね。ブース名がノーティーフレンズさん、ちょっとインパクト大なものが我が家にやってまいりました。これをですね、室内の温室の爬虫類ゾーンにですね展示しようと思います。よくできてます。顔がめっちゃかわいい、超かわいいよ。もう販売してるお姉さんがね、ずっとこうやってたね、こう女の人だとね、手首入るんですかね。売っていたお姉さんがずっとここに絡ませてて、さらにかわいいみたいだね。超かわいいです。ということで、来年以降もですね、月光マーケット開催されるということなので、またですね、行ってみたいと思います。出店者となるか、スタッフとなるかはちょっとまだわからないんですけど、またですね、本当楽しいイベントだったので、月光マーケット最高でした。今日はそんな動画となりました。それではまた次回の動画で、バイバイ。